この記事は、オセアニアのチャイナタウンについての記事である。チャイナタウンの現状に加え、各地の中華経営移民の入植の歴史についても一部、記述する。シドニーの中華街の配をオーストラリアのアジア経営移民の中で、中華経営移民は、その大多数を占めている。初期の中華経営移民は、オーストラリアのゴールドラッシュの時代に始まり、主に、関東、福建からの移民が多く、 関東省大山市や福建省中山市からやってきた移民や八火系のものが多かった。北米の華境がそうであったのと同様に中華系移民は差別され、加えて1870年代後半からの白号主義により中華系移民含むアジア系の移民への制限が課された。しかし1970年代に入るとオーストラリアは多文化政策へと方向転換することとなり、 移民制限が解除され、新世代の華境が主に、香港や中華人民共和国本土より流入してきた。シドニーの最初の中華街は1850年代に、港に隣接したザロックス地区に形成され、その後、ダーリングハーバーのマーケットストリート周辺へ移転した。そして1920年代、現在地であるヘマルケットのギクソンストリートを中心としたエリアに移転した。 姉妹都市の甲州市の協力で設置された中国庭園が隣接している。シドニー郊外には衛生的な中華街が見られる。キャブロマータ、アシュフィールド、ハーストビル、イーストウッド、キャンプシー、パラマタ、チャッツウッド、バーウッド、そしてフレミントンといった地区は中国系オーストラリア人の居住者が多く、駅前の商店街には中国系の商店が並んでいる。 リトル・バークストリート・メルボルンの中華街は、リトル・バークストリートを中心として、ロンズデール・ストリートや、ラッセル・ストリート周辺に広がっている。細い路地にも店が並んでおり密集度の高い中華街である。一方、大通りに面した店は、あまり多くない。1850年代のゴールドラッシュ時代に、形成された歴史ある中華街で、ビクトリア時代の建物がよく残る。 メルボルンの中華街は南半球最大規模と言われている。ブリスベンの中華街はフォーティキュードバリーに位置し、中華街の入り口には中国様式のゲートがある。近郊にはストーリー橋がある。中華街は中国人だけでなくオーストラリア人にとっても大変人気のある場所であるが、近年はブリスベン南部にあるサニーバンク周辺にも中華レストランが増えつつある。 ジャッキー・チェン主演のファイナルプロジェクトの一部がここで撮影された。アデレードの中華街はグロとおよびグージャーストリート間のモーンタストリート沿いのアデレードセントラルマーケット地域内に位置している。パースには明確な中華街が存在しないが市内中心のノースブリッジ地区にはアジア系住民による経営の商店やレストランが集まっている。フランス領ポリネシアのカルティエシノアと呼ばれる 中華街は多七島のパペーテにある。最初の中華系移民が上陸したのは1865年のことであり、八華系の移民がフレンチポリネシアのあたのプランテーション農場の労働力として投入され、移民たちは重労働を強いられた。昨今ではフランスに再移住する中華系移民が多く、フランス領ポリネシアの中華系移民の数は減少傾向にある。 首都ハガニア最初の中国移民はスペイン。植民地時代に移住し、彼らの子供世代はスペイン語を話した。日本、韓国、タイ、ベトナム、フィリピン、チャモロ、その他のアジア系移民も移住し、グアムにマルチアジア地区を形成した。これらのアジア移民は、ハワイやアメリカ本土に移住した人々もいる。唯一のナウル共和国の中華街は、アイウォ地区内のアイウェブールバールに位置している。 東南アジア移民が比較的多いニュージーランドではあるが、隣国のオーストラリアに比べると、ニュージーランドの中国系移民の割合はそれほど多いものではない。初期の中華系移民は、関東から1861年のオタゴのゴールドラッシュの時期に始まり、オタゴ近郊のローレンス・アローズタウンでは、現在も当時の近郊の風景を模した博物館が存在する。 この1860年代の移民は爆発的に流入があり、南東のダニーデンにはその当時の移民の中国庭園も残り、また2004年から2010年までのダニーデン市長、ピーター・チンはこの当時の中華移民の子孫である。19世紀後期から20世紀初頭にかけて、ダニーデン市内の中央金融地区の南端であるラッタレイストリートから、 スタッフォードストリートにかけてのエリアでチャールズ州ホイの経営する貿易会社を軸とした交易が盛んとなった。現在ダニーデンにはチャイナタウンは存在しないがジョージストリートの北方は中華系を含む東アジア移民のコミュニティが存在する。かつてはオークランドのグレーズアベニューやウェリントンのハイニングストリートなどで中華街が存在したが現存しない。大きなコミュニティとして 現在成長しているものにクライストチャーチと前述したダニーデンが存在する。元々の移民としては香港からのものが多く定住している。現在の傾向としてはニュージーランドの大学進学を目的とした移民が多く、大学側も東アジアからの留学生に対して好意を示している。これらは他のアジア系住民と一種のアジアンコミュニティを形成するに至る。 なお2002年にニュージーランド政府は一世紀前に不当に課税されていた中華系移民に対して公式謝罪を行った。サイパンはチャイナタウンがある街として知られる。実際は中国人は少なく雑貨店は中国人ではなく韓国人経営である場合が多い。ラバウルに最初のチャイナタウンができた。首都のポートモレスビーにもチャイナタウンが存在するが、 現在中華系移民はオーストラリアに再移住するものが多い。首都ホニアラに存在し、首都地域の南方に位置し地名も残っているが、2006年4月の首相選挙の後の暴動で著しく破壊され、中華系移民は国外に移動し今はほとんどいない。今のチャイナタウンは雑貨屋と中華学校の跡地が残る寂れた街となってしまっている。ポートビラに小さなチャイナタウン。 ベトナム人と中国人を含む、ありがとうございます。